岩屋城は、淡路国綱郡にあった、日本の城跡。別名、まな板山城。淡路東北端の岬、松穂の裏の西に位置する、松尾山に築かれた山城であった。1960年代までは、南の大屋川や、松穂浦等に遺構が残っていたが、戦前からの砂利の採取や風水害により消滅した。 付近からは、瀬戸内海の張馬国から泉国まで一望することができ、海上交通を抑える要所であった。南東の三大山には別の岩屋城の城跡が残っている。玄平合戦の時代には、大宮倉人玄美春が松穂の裏を漁していたという。永6年間には、あたけやか州と呼ばれたあたか胸影が岩屋城主となっていた。 天正年間になると、石山合戦に伴って、小田氏、毛利氏両軍による海戦が起こった。このため、あたかは毛利氏の侵攻を受けた。この頃、岩屋城には、鈴木孫一や小玉治上が入城している。天正九年には、橋場秀吉の淡路侵攻を受け毛利方の間、辰長が守っていた岩屋城は落城した。天正十年の本能寺の変により姿地町は、 岩屋城を奪還したが、数日で再奪還されている。天正11年に秀吉の命により赤松氏の士族であった、張馬国の旧福中城主、真島氏勝が、淡路岩屋城三千国の城主となった。その後、真島氏は改役されたようで、文禄三年、淡路七条の加藤義明に、岩屋、郡へ内股を、文千七百国が、増風されている。 ありがとうございます。